房総半島まで、平鈴関でちょっと平鈴は30分しかできなかったですけど、花摘みをしております。母がね、花摘みをしてみたいということで花摘みに来ております。目の前に素敵な磯がありますが、釣りはできません。すごいね、いっぱい金魚草とか、なんかこうスプレーストックとかいっぱい種類があります。めちゃくちゃ綺麗。結構ね、小屋ごとにね、あのゾーンが決まってるので、ね、気をつけないと、最初歩いて自分がいい感じだなっていうのが、花のつき方のところの小屋のおば様とかにね、声かけてやり方を聞くと、あのいいかなと思います。はい、父母嫁で来ております。七子も来ております。いやー、目の前にね、磯があるのにね、ちょっと30分ぐらいやったんですけど全然ダメでした。40分はやったんですけどね、ダメでした。花摘みしたい、もうちょっとしたいと思います。失礼します。ちょっとだけ撮ったんですけど、あのね、こうやってね、料金が詳しく書いてあるんで、カゴもらってハサミとともにこんな感じで見ながら撮ると買いすぎちゃうことはないかなと思います。失礼します。こんだけ大量に買って900円でした。安かったです。これはあるからいい、うん、白まず花のパーキングってとこですね。まず花のパーキング、トイレもあるし、なんか売店もあるし、綺麗です。花摘みする際はぜひ来てみてください。エリアが一番広いかなと思います。多分ちょっとわかんないけど、失礼します。はい、どうもお疲れ様です。バティステュータこと待ち抜けデカの一番弟子です。今日はね、ディズニーランド前に来ております。いい日ですね。やっていこうと思います。時刻の方が8時です。8時ちょうどです。1月26日の8時ジャストです。はい、やっていこうと思います。よろしくお願いします。ですね、濁り方というかバチ抜けの状態は、この木は誰もいないんでちょっと照らしますが、こんな感じです。全然抜けてないです。サギがやっとゆっくり効き始めたぐらいですけども、バチの存在は今のところナッシングです。はい、水温見ていきます。よし、今日は新作のね、リアルーナで来ております。2023リアルーナ18286の L の S ですね。ソリッドのやつです。水温が 8.5 度です。寒いですね。大寒波が来たということで、ちょっと僕房総の方行ってたんですけど、まあね、夜中のね、火曜の夜中の段階でちょっとパラパラっとサラサラっと雪降ってたんですけど、まあね、薄く芝生のところに積もるぐらいで、まあなんとか道路には積もってなかったんで良かったですけど、水たまりがあるところとかはね、結構凍ってました。まあ道路とか高速道路は問題なく走れました。良かったです。はい、最初マニックの135のスローでいきます。こちらですね、これでいきます。今日はね、ちょっと珍しくバッテリー積んでるんですよ。バッテリーでやってるんですよ。ちょっとね、長持ちするかなと思って、ではやっていこうと思います。わわわわわ、鳥やめて。なんでその来んのよ、こっちに。マジかよ、急にすぎるだろう。マジかよ。まあいいや、しょうがない、これも自然の原理だ。いきます。
さすがに飛びます。風はね1メートルから2メートルぐらいです。サラサラっと吹いてるぐらいです。これあれバチ抜け特化型ロッドと言ってもいいでしょう。先っぽがソリッドティップの、ロッドになっております。旧モデルも持ってますけども、とりあえず今これをねちょっと特殊にゲットしたので、まあ明日の動画か撮っての動画ぐらいでちょっと天気いい時とかに、新旧のこの S86L の S ですね、スピニングロッドの8フィート6インチのソリッドティップ、先っぽがねすごいソリッドになっていてしなやかに曲がってバチ抜け時の、吸い込むような弱いバイトも弾かずに取れることができるという、本当にバチ抜け特化型ロッドと言ってもいいでしょう。で去年ねそれの旧型を使っていて調子良かったん で今年出るっていうことをねライブ放送で聞かせてもらって、フィッシングショーで実際に触らせてもらって、でちょっと今手元にある状態です。なので今簡単なレビューをね今日はしてますことになると思いますが、近々しっかりと、デイゲームの時にね、あららデイゲームの時にレビューさせてもらおうかなと思っております。あとはこの後少し30分がやれるんで、バチ抜けがまた抜けるようであれば、追ってレビューさせてもらおうかなと思っております。リールはステラの C3000 じゃない、ステラの 3000MHG ですね。はい、最近は XG より HG を使っていることが多いかな、なぜか。XG は魔王物やるときとか平続きやるときは XG ですけど、まあでもセルテアとか XG か。これ抜けてくれたらね全然チャンスありそうなんですけど、ここは明るくていいっすね。いやなんか風もなくて水温もまあバカ高りってわけじゃないんで、なんとかワンチャン抜けてくれてもいいんじゃないかなと思うんですけどね。すぐそこ狙ってみよう。マニック135なんかも全然スローですけど、まあ、全然投げられます。余裕です。ただ鳥がいると暴れた音なのか捕食音なのかちょっとわからないですよね。今日はねちょっとまあ母親の体調があんま良くないんで、まあ元気なうちにね僕がよく行く房総半島のいいところをお見せできたらなと思って、花摘み前からねしたいって言ってたんで、花摘みだとかあとはねなんだっけな美味しいものを食べれたらいいなと思って、金目鯛の煮付けだったりお寿司だったり、まあ少しね食事のいいところを撮らせてもらったのでね、夜の食事とお酒をね地元房総のビールとかワインだとか野菜だとか豚だとかいろんなものをね食べて美味しく、まあそんなにねまあコロナの中だ時期だからあんまりゲラゲラ笑ったりとかもちろんできないですけど、だいぶねやっぱり動きがスローになってきましたね。特に父親の方がね年齢がちょっと上だからスローですよ。もうおじいちゃんになったなって感じがします。おっさん、僕もおっさんで、おっさんの領域ですけどもちろん、もうおっさんじゃなくておじいちゃんだよなって感じです。背中も丸くなってきてるし、日に日にね年老いていきますよね。だからやれることを今のうち少しでもちょっとでもやれればなと思って、まあ奥さんと元にねちょっと旅行に連れていけたらなと思って、なんとかね連れて行くことができました。第一陣ですね。意外と花摘みもねちょっと寒かったんですけど、房総の方風が強くて寒かったんですけど、まあでも楽しくできました。はい、でこのカーボンモノホックのリアグリップ結構長いんで、僕これちょうどいいですね。ちょうどいいか、まあもう 2,3 センチ長くてもいいかなって感じするんですけど、まあ、この86って長さ考えるとそんなに大場所で使うこともないかなと思うと、まあ、フェンス越しで使うことも可能性としてあるんで、隅田川だったり
だからこのぐらいでいいのかなって感じします。まあ短らず、短すぎず長すぎずっていう感じですね。でフィッシングショーで触ってみてよかったんで、もうそこでいいかなと思って、動画にもなるしね、新旧。今日は三日月が綺麗ですね。さっき団地前の方にね、一人アングラさんがいらっしゃいましたっていう感じでございます。おお、でも花火じゃないんですよね、あれ。花火は8時40分ぐらいですもんね。まあ軽いルアーを中長距離飛ばすかなっていうイメージですね。なんていうのかな、こう重いルアーを思いっきりビャーンって飛ばせるパワーはないことないけど、こうペンデュラムで行けばなんとかなるかなって感じですかね。ちょっと違うルアーも投げてみましょうか。エリア10投げてみましょう。まあ明日ちょっとね、さっきも言いましたけど、デイゲームで曲がり具合とかディテールとかをね、フィッシングショー行けてない人も、うっ危ない、かなりいると思うんで、実際のね近所の店舗に入ってきてないんですよねって人もいると思うんで、ちょっとエリア店これ行ってみましょう。はい、エリ店投げてみます。普通のエリ店です、ノーマルの。はい、さあ一回自分の目元照らしちゃうと見えないんですよ、しばらく竹食いとかも見えなくなる。ちなみに PE は 0.85 を使ってます。リーダーは16ポンドです。フロロの。ゆっくりゆっくり。気持ちよく飛ばせます。まあまだバチをこの辺のエリアを意識してないのかどうか、それすら分かってない状態ですけど、頑張っております。めっちゃ寒いですけどね。北海道5つ。決めてます。それでも下がちょっと寒いかな。今日はね、あの足の靴下のところにくっつける北海道買ってきたんですけど、ちょっとつけてくるの忘れました。はい、エリア店も気持ちよく投げれます。ぜひね、購入考えてる方はね、明日、はい、すいません、ちょっとね止まっちゃったんですけども、失礼しました。もしね新しいディアルーナ購入を考えている方は、明日以降ねちょっとこうレビューしていこうかなと思います。ディテールの方もね結構変わってるんで、特にこのカーボンモノコックがね、ここはだいぶ変わってます。ただここら辺はちょっとシンプルになりましたね。こことかもね、ちょっとシルバーのラインとか入ってたんですけど、シンプルになりました。で多分ね、この上の一番そのシルバーの部分が、もしかしたらあのソリッドの部分がより細くなったのかもしれないです。はいはい、ちょっと明日またしっかり明かりがあるところで比べてみようかなと思います。はい、ではまた明日よろしくお願いします。さよなら。今のところ抜けてないです。午後8時半ぐらいですけど、8時13分抜けてないです。この後でやって抜けるようだったらまたご報告します。では失礼します。